札所巡りが便利で楽しくなる。スマートフォンの無料アプリ愛巡礼帳シリーズ、四国88カ所、西国33所、秩父34カ所の3つのアプリ、各札所の参拝情報、アクセス、札所ナビ、豆知識、周辺情報も充実。札所にチェックインすればご本尊のスタンプが押され参拝を記録。四国88カ所と秩父34カ所版では般若心経の音声を聞くことができます。詳しくは WSTV のホームページをご覧ください。沢があって、どの沢がどの名前かっていうのがちょっと分かんないのですいません、間違えておると思います。勉強不足で沢の名前を確認しておりませんので申し訳ございません。キロメートルの西スルメです。5キロメートルの道スルメの前から見た風景です。これが今、北日です。これが静かな奥多摩湖。綺麗ですね。この風景が5キロの道しるべの真上の風景です。でこれから向かう
それでは5キロの道しるべから憩いの広場に向かいます。今度は今は右側に奥多摩湖があります。ずっと基本的には右に奥多摩湖があるということですね。フラットですが、距離は結構15キロって言えばあります。しかしまあほとんど平坦な道ですので、しかしいいですね。常に湖があるというのは。の道しるべです。この道しるべの前に、まるで人間というような木があります。2キロの道しるべから憩いの広場に向かいます。憩いの広場はちょうど6キロのところにあって、中間点、このコースの中間点と言えると思います。しかし、森林セラピーコースに認定されていることはありますね。右側にあるのが水なら。
ずならぬ気、勉強になりますね。この名前を覚える。ここに、動物、奥多摩湖の動物たち、奥多摩湖の動物たちで日本カモシカ向いてるし、日本シカ向いてるんだ。ここにも、案内板があって、奥多摩憩いの道は12キロということですね。スズメバチが多く飛んでいるということです。まだ8月の上旬ですので、この時期はまだスズメバチがそんなに盛んではないんでしょう。Thank you.
天六家の前です。5.6 キロの前から見た風景です。これから向かう道です。